おはようございます、しょぼうです。今回はバレットジャーナル11月のセットアップのお話です。何か不穏な空気が漂っているこの辺り、ちょっとですね、まあ仕事のこともあるんですけど、忙しいとか、なかなかまあ頑張ってみたんですけど、なかなかね。ガチャ。ではまず現在使っているバレットジャーナル、こちらクレシャ、9月10月はこちらを使っていたんですけれども、今回11月のセットアップをするにあたってどうしても気分が乗りませんでした。ですんでこちらのノートは一旦やめにすることにしました。バレットジャーナルをこのノートでは続けないという選択をしました。気分的な部分がほとんどを占めていて、このノート多少ねちょっと使いにくい部分あったりもするんですけど、まあそれは大きい要素ではないかな。これ使ってまあちょっと開けてみますけども、こちらね、まあ一応文房具チャンネルなので、このノートとしてのお話もしなくちゃいけないのかなとは思いますけれども、このやっぱりこの開きが結構辛いと。クリップしててもね、歪みが大きいのと、あとスタンプを押した時にですね、この歪みでちゃんと押せなかったりとかっていう、その組み合わせの悪さもあって、なんかその辺かな、手帳としてのやり方がいまいちだったのかなという感じです。ただそれは全体の中では小さい要素で、あまりそこを気にしてたわけではないんですけど、気分が乗らない中でそういうことも相まって今回使用するのをやめようっていう決断になりました。手帳を会議した結果でこれになったわけですけれども、今回はうまくいかなかったですというところなんです。ですのでそういう時はね、気持ちをリフレッシュさせようじゃないかという狙いもあってね、違うノートを使い始めようというのが11月です。ではその11月からのノートのお話に移っていきたいと思います。11月からのノートは栄テクニカルペーパーの色フルノートブック、英語サイズですね。なんか久しぶりに英語サイズに戻ってきました。こちらは96ページ。そしてここ点がありますけど、ドットグリッドです。初めて、そのテスト的に使ったノートはいくつかありますけど、実際のバレットジャーナルでドットグリッドを使うのも初めてだったと思います。はい。もうね、セットアップしてるので、ひとまず中の方、別のところを開きたいと思うんですけど、こんな感じのノートですね。パタッと開くノートを選んでみました。意識してね。ちょっとドットが大きめかな、5ミリのね間隔でドットが打たれています。紙の色はほぼ白かな。はい。ではセットアップ、あんまりねいつも変わらないんですけど見ていきたいと思います。こちら最初のページがね、結構のり付けが深くてなかなかめくれちゃうんですけど、一応キー書きました。そしてインデックスも用意してます。あんまり使えてないインデックスですけど、これね、そのなんで使ってないのに書くかっていうと、
私の中でバレットジャーナル気分が盛り上がるからです。たまに書いてます。なんですけど、あんまり実用的に使ったことがないんですけど、これちょっとこのキーとね、インデックス、これは気分を盛り上げるためにやってると言っても過言ではないでしょう。バレットジャーナルだよっていうのを自分にね、こう、自分にね、言い聞かせるっていうか、その、そういう気分を盛り上げるような感じで、ここの2つの項目を用意しています。そして、フューチャーログ。まあ、今回はね、年末までということで、2ヶ月分。これも後でリアルな中身書きますけども、2ヶ月分。そして、ウィッシュリスト。ここね、最初にお見せしていい文をね、書いてたんですよ。こちらのね、クレシャから写してるんですけど、ちょっと数字、下方修正して数字書いたりとかしてやってたんですけど、そしたらですね、3つ目、週4時間労働、私目標なんですけど、それ書いてて、4って書いて、はぁと思って、このまま書いたらなんかすごいリアルな部分がバレちゃうと。バレても大したことはないんですけど、ちょっと恥ずかしいなと思って、やめたウィッシュリストが3項目まで書いてあります。そして次のページから11月のセットアップになります。もういつも通りですけどね。このパタって開くのが気持ちいいじゃないですか。11月マンスリー書いて、そしてメモがありますと。それから YouTube のメモページ。そして次のページからデイリーを書いていくようなことにしています。そしてですね、これ使ってたんですけどね、デイリーのページで。ちょっとですね、私の中で、曜日っていうのが結構重要な要素になってるなと思って、このスタンプは日付だけなので、ちょっとその欲しい要素が足りてないので、ちょっとこれもね、一旦やめにしようかと思いました。手書きでいいかなと思ってます。これはこれで楽しい、かっこいい感じだったんですけど、一旦これもやめにして、もう手書きでデイリー書いていくことにしました。そして今回このセットアップを書くにあたって使用したのが、こちら。エナージェルのインディゴブラック。黒のバリエーションシリーズのやつですね。このイロフルの紙がとっても裏抜けしないとメーカーさんがおっしゃっていたので、もうインクダバダバ出るエナージェルの 0.5 ミリを使ってみようじゃないかと思って書いていたんですけども、これ一個だけ問題がありまして、先ほどから多分目に入ってると思うんですけど、この辺ね、この辺。あと、表紙もそうなんですけど、ここね。インクの吸う感じなんですかね。乾く感じなんですかね。だいぶ遅いです。チャカチャカ書いてると、映ってしまうんですね。これちょっと問題だと思って、ターンはこれで進めてみますけれども、途中でペンは変えるかもしれません。書き心地は非常にいいです、この組み合わせは。ぬらぬらって感じなんですけど、こう、それほど走るでもなく、抵抗感がない感じもあり、ぬらぬらぬらって書けるんですね。私は結構好きな感触なので、これ使いたいなと思ってるんですけど、そのインクの乾きが悪いので、もしかしたらこれ途中で 0.4 に変えるかもしれません。このインディゴブラックの 0.4 は私持ってないんですけど、他のエナージェルの 0.4 を使い始める可能性が高いかな、今のところ。そんな感じでまずはこの組み合わせで使ってみます。で、5ミリのね、方眼に 0.5 だと、私的にはちょっと太いかなと思っているのもあります。
0.4 だと収まりがいいのかなと思いつつ、でもちょっと大きく書くと気持ちいい感じ。この 1.5 行ぐらいで書くと非常にね、この太さも生きて書き心地も良くて、こう自由に書いてるなっていう気分になります。もしかしたらこのサイズで本文書いていっていいんじゃないかと思い始めてるんですけど、そんな感じで11月からこの組み合わせで使ってみたいと思います。若干ね、その今の仕事の感じと私の気分でまだちょっとね、手帳に向き合って淡々と書いていくっていうのが重い感じなんですよ。それなのでなかなかね、こう落ち着くっていうのは、そのこの組み合わせだったりこのパターンで書いていこうっていうのが微妙に落ち着かないで、ちょこ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 変える可能性が今回は高いなと思っておりまして、はい、その辺もね、逆に動画ネタとして活かしていきたいなと思っておりますといったところで、11月からはイロフルとベナージルの 0.5 インディゴブラックで続けていくことにしましたけれども、前回の手帳会議の時に出てきてないノートを使うっていうねところが、はい、考えたんですよ。いろいろ次のノートどうしようって考えて引っ張り出してきて並べてみたんですけど、特に残り2ヶ月でどうしようかっていうところ、それと多少なりともノートの開きが気になったので、綺麗に開けるノートとか、もう一層サイズも変えて気分転換していこうじゃないかという中で色触れになってきて、今のところ特別感ある感じで私の中で進められているので、また1ヶ月使ってみて、正解っていうのはないと思うんですけど、気分とか書き方に合ってたかどうかのお話が11月末にできたらなと思っております。たまにはね、こうと決めたら1年やるっていうわけでもなく、文房具の動画を出している私もやっぱりダメな時はダメだし、偉そうにね、いろんな手帳のことをお話ししてますけれども、こういうこともあるんだということを知っていただいて、なんていうんですかね、気楽にこのチャンネル見ていただければと思います。今日はここまでにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。